腹減ったな。うん。ふんふん。あったよコロンビア。見え。やべえ、ウィッシングボトルめっちゃいい、めっちゃくれる。初見です、初見さんいらっしゃいませ。アラスカは分かった。ビバメキシコ。インドネシアはコトコトコトコ。めっちゃ島ある。文字見えん見えん見えん。メキシコ？メキシコ？痛い。メキシコね。メキシコでしょ。どこ？メキシコ。ない。あ、ね。ない。メキシコどこ？ない。アメリカの下。あった。めっちゃ一瞬やんか。あった。こんにちはです。こんにちはです。陰キャです。こんにちは。あ、マダガスカル。ない。あった。島。ほんとチルワカなの。それなの。それなの。一番困った。だって中学の時とかチリ平均めっちゃギリぐらいだった。うん。北アメリカはカナダも。一回メガネしないでください。うん、バラ。コンタクト入れないの。コンタクトさ、別になんか前歯目線機能不全っていうね、
なんか目に異常あったらしくてできなかったんだけど、なんか最近治ったからそろそろコンタクトしてもいいよって言われて、じゃあ今度ちょっと検査しに行きますねって言った。メガネなしでソファーお願いします。コロスキですかね。ウィッシングボトルでありがとうございます。猫の手にゃんにゃん。見えないんだよな、やべ。女子女子大丈夫か。世界一女子っぽくない女子。もうすり方がさ、ボクシングのやつ。よし、なんて男子や。それな、だってさっきさ、あれだよ、体育の授業とかさ、普通に座り方これだから、ね、たまに座禅組んでる時あるけどたまに修行僧になってる瞬間ある。なんて読めないんよマジで。えい、オッケーたまにだって座禅組んでるもんね、体育の時間に体育の時間に座禅を組むよし。よいしょ。座り方やば。なんて？赤。読めないんよ。進撃や。こんにちは。かっこいいわ。座禅が。これも修行僧だったけど。座り方修行僧だよ。ほら見てこれ。あぶな。おいしょ。なんて、ハート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 でしょ。これなんか座禅だけは組めるんだよね。うーた、その体勢でジャンプ、それは無理な話だ飛んでない。おお、辛くない、全然辛くない。ただバランス感覚がないっていう。机ごと寄せるか。いやオッケー。めっちゃ上から目線。可愛いですね。ありがとうございます。そう、短パンね、履いてないと無理なんだよね、うち。女子しか履かないその短パン。これさ、あれ、安かった。安かった。修行が足りないからだな。あらわざ？あらわざ？なんかね、どういうわけか、うち、なんか膝関節だけ柔らかいんだよね。なんででしょう？こんにちは。こんにちは。今のちょっとキモかったわ。女子力のかけらもないから、見られてもどうでもいいやとか思っちゃうタイプな。なんか電車でさ、近くにおっさんいてもなんか怖いとか全然なくて、うわこのおっさんタバコ吸ってんだなとかしか思わない。こんにちは、こんにちは、メキシコからこんにちは、こんにちは。メキシコのこんにちはってなんだ。そういうとこ好き。それはありがとうございますそんざいか女子力ですね短パンアレルギーですってやばいじゃん。制服かわいいですね、ありがとうございます。さっき同じ高校の人に会いました。ホンジュラスからこんにちは。ホンジュラスってどこ？え？ないですないです。ワーホロありがとうございます。家で靴履く派ですか？履きません家では靴下ですめっちゃみんなフォローしてくれるやんか。短パン見たらアレルギー出ます。じゃあ見せないようにします。新規フォロワー83人ってどういうこと。742人もフォロワーいるよ。めっちゃ感想してるじゃん、うち。コメント今日ありがとうございました。いえいえ、なんか1取れたんでコメントしました。笑い方特徴的ですね。私の笑い方はアヒャヒャヒャーかディフフフーかククククって言うスマホ置いといてもらえますか。はい、ちょっと見えないんですよ、コメントが。コメントが見えないコメントが見えない。やっぱ下行こう。あ、じゃあめっちゃ上から目線してるみたいになるやん。へいへいへい。
短パン履かないとやばそうね。そうなんよそうなんよ、短パン履かなかったらマジ一番やばいかもしれん。バレエとかやってましたか？やってません。あの柔軟はあの90度開けないんで。ピース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 。そうそう、バレエさやってないんだよね私。短パンだけの方がいいかも。それはわかる。でもアレルギー出るからさアレルギー出ちゃうからさ。かわいい、ありがとうございます。やば、101人も見た。ちょっと待って、スクショスクショ自分やば、101人も見た。ちょっと待って、スクショスクショ自分自分の顔頭だけで。残念、すごかった。なんかね、あの膝と足首の関節は柔らかい。短パンだけど大丈夫ですピーススカートの中の短パンアレルギー。なるほどね。なんかさ、うちが通ってた中学さ、短パン強制だったんだよね。なんか女子はスカートの下に短パン履かないとダメですみたいな。でなんかそしたらそれで慣れて、多分今の2年かなぐらいまではみんな短パンちゃんと履いてる気がする。かわいい、ありがとうございます。寒くない寒くない。バラありがとうございます。やば、え、めっちゃやばいじゃん。え、ダイヤの数すごいことになってるよ。うん、ダイヤの数すごいことになってるよ。渡辺あ、渡辺の方だ。3年履かないんだ。え、多分ね、履いてないと思う2年が一番真面目。頭良さそうですね。英語だけ学年10位取ったことあります10位そんなにどやれないんだけどどやれる順位じゃないんだけど。倒れそう。あ、セーフセーフ。こんにちは、はじめまして。すごいわ、マジで。でもそんな人数いないからさ、そこまですごくないそこまですごくないんだよね。あ、やべ、めっちゃ著作権映る。著作権国際的だな、国際的。ただ言って他全部全滅。あ、いい感じいい感じ。読めないんだけど、なんて読むそれ、それなんて読むんすか。スペイン語、スペイン語。ん、自販機ってさ、あのなんだっけ、飲み物買いに行きたいんだよね、高校行く前に。え、すごくない、67だって。あと33本でノルマ達成。スペインどこ。スペインはね、わかるよ。スペインはね、わかるよ、わかるよ、スペインここわかるよ。とりあえず短パンだけで高校行くんだけど、これからこれから高校行くんですけど、洗濯物どうしよう。あれ、あ、こっちだ、太陽光太陽光。何時から？あー、やばい、行かないと。まあいいか、まあ電車はね、この時間は何本でもあるから。まだ助かる、まだガスかる143人だって。洗濯物はしたんだけど、取り込むのめんどくせ。行ってこいよ、それな。なんかあれなんだよね、単位制だからさ、そこまで行かなくてもいいんだけど。え、めっちゃバラくれるじゃん、ありがとうございます。え、やばくね、ノルマ達成したわえ、ノルマ達成したわ、やば、ノルマ達成した。あ、干した干した大丈夫、ちゃんと外に干したから。おはよう、おはようございます。無理しないでね、あの暇なんで、基本暇なんで。なんかね、うちの高校週3で登校すればいいやみたいなとこなんだよね。そこまでみんな学校来ないかも。かゆみ止め買いな、それなそれな
あえて2秒でフォローしちゃった。それはもうありがとうございます。角度むずいなこれ。寄りかかるとこっち向くんだよね。テレテレテレテ207やばくない、ね、え、ちょっと待って。ちょっと待って、321、私の誕生日やんけ。座禅待ち、座禅するか。座禅するか。もうさ、スカートいらなくね、うち。あー、え。ご、ごー、かしゃ。342戻ってきました、お帰りなさい。342どういうことそれも。スクショ、あ、スカート脱ぐか。短パン星人いけるか。よいしょ、 OK よ。あ、 TikTok ありがとう。えん、えん、やべえ、やべえ、やばくね。487やって。靴下の色、これさ、ゴミじゃなくて柄なんよ。柄なんよ。あのナイキのこういうマークあるじゃん、これの逆バージョンの。めっちゃ顔だな、ありがとう。くしゃみ出そう。500いったよ、やば。しっかりしてんじゃん。500いったよ、500いったよ。え。え、すごくない、総視聴者数。総視聴者数が4800。さっきのアングルが増える。マジか。アングル、あの、このアングル。バズるアングル。メガネ外してるの見たい。多分本日3、4回目。ね、コメント早くね。ちょっと待って。一周外したから OK ね。OK でことにしといて。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。一周読ませて。あ、キュンです。ありがとう。メガネが丸い。そうそう、そういうこと。メガネは丸い。かわいい、ありがとう。外してる方がかわいい、ありがとう。馬、なんで馬。500人絶対ゴミついてる、マジで。ノリじゃなくて柄やねんけど、これなぜ室内で靴下。え、投稿するんで。座禅もいいよ、了解した。足、足どうなってんの。めっちゃ座禅組んだ。あ、あれだ、翼ちゃんのファンの人だ。座禅組んどん。なんかこういうのもできる。こういうのもできる。痛い。痛い、これは痛いわ。え、すごい、142人もフォロワー増えた。何をしていますか。刃が可愛い。これさ、コンプレックスなんだよね、刃。めちゃめちゃコンプレックス。800いったんだけど、フォロワー、やったー。にゃんにゃんにゃん。なんかさ、右できるけど左多分できないんだよね。なんか左硬い。右は全然余裕。あ、やべ。あ？足肩に乗せれるんちゃう？え、どういうことそれ？肩に乗せるってそれほど長さないで。Y 字バランスできない。痛そう、そこまで痛くない。 Y 字バランスはね、体が硬すぎて、ここ以上足上がんないから、うち。首に、え、あ、
こっちか無理股関節硬いんだよねうち。あまあそうそう、でもうち股関節硬いから無理なんやそれ。えそうそう、あれだよね、こっからさグイーンって言ってさ、この辺に足ブイーンってやるやつ。ただ股関節硬い。あー猫の手ありがとう、肉球が。あバラありがとう、みんな一致団結してて好きだって。俺の猫の動画いいねしてくれ。ちょっと待って、何を、あー何をバラ、なんかバラのポーズ決めたいんだけど。うち師匠が配信者をフォローしました。足あげないでください。はい、あげません。 Thank you Thank you Thank you、 猫の手がいっぱい来るよ。やば、新規フォロワー173人。もしかしてこれはバズったというやつなのよあ、なんで報告されんの。あの小学生に見えるんだって。すげえ足柔らかい。でもさ、ここは柔らかいんだけど、こっちそこまで柔らかくないんだよね。あもう死にそう、やめてバラありがとう。バラ、え、これをバラのポーズにする右足ね硬いの、うち右足ね硬い、割と硬い。え、めっちゃみんなギフトくれるやん。そう、逆の足硬いんこれ、なんでなんやろねなんでなんやろね。立ってくるっと回ってください。立ってくるっと回ります。はいなんかカメラアウト。チョコレート菓子のポーズも誰か決めて。え、やば、え、フォローとかいっぱい来てるよ。え、190、おお、それな、両足で両足でなんかバランス的に無理じゃね足上がるの、足はね全然上がんない、この辺までしか上がんない、痛いめっちゃコメント早い。ラブジャパンだって、ありがとう、美脚やったダイエットとかね1ミリもしたことないんだわ握手会の時はありがとうございました。握手会してませんなになになに、分割できますか、割るの無理。あ、こんにちはこんにちは、メガネ外したら見える、見えません。もうなんか自分の顔ですらもう見えてない。はい、初見でフォローさせていただきます、ありがとうございます。かかともってどこまで上がる。あ、あのそもそもさ、かかとに手届かないの、うち見てこ、かかとに手届かないの腕短いんだよね。北海道からです、北海道すごい足なんか、それはねありがたい柔らかいってことは硬いところの差激しい、それなんだよね。曲げたら届くよ、あ、それな、あ、曲げたら全然届くよ、でも伸ばせない曲げていいから OK。 あなたはたくさんの服を持っています、今これだけ曲げて、よっ、運動音痴バレそう。初見ですフォローしました、ありがとうございます。やばくね、これさめっちゃバズったってことでよきじゃね。ほっ、待って、900いった右足無理無理よいしょ、ちょっと待って、読めないんだよね、両方一緒にあげて、それは無理な話だ、受けって受けって言ってる、それ純粋で可愛い、ありがとうございます。学校一緒だったら絶対告白してる、それさ言われたけど絶対告白されないんだよね。
柔軟体操配信ですか、なんか柔軟やれって言われた。やっぱり座禅、やっぱさ座禅一番盛り上がるんで。中国語読めますか、読めません、すいません、はい座禅。流れ作業、立ってかかと持てる、それは無理。よかったらフォローしてほしいです。フォローしました。椅子に座る、座禅とかなんかの宗教か、それな。このままね、動けるっちゃ動けるっちゃね、よいしょ、このまま立つ。180度開脚できない、あの開脚はねマジ無理、あのこの辺までしか行かないから。90度でギリ、フォローして了解した、あなたたくさんの服を持って首までできない、無理。無理。あら肩、正座してみてください、正座、正座、うちの弟と正座できないんだよね。ブリッジはできる。ブリッジはできる、なんか昨日か一昨日配信でやったブリッジ。見て、運動しすぎてさ手プルプルしてる。めっちゃおもろいやん。スマホ置きました、バラありがとう、バラのポーズ。バラのポーズ。何、一時馬じゃないんだな、スカート変えたんですね、スカートは脱ぎました。猫、チョコレートのポーズ何にしようか。チョコレートのポーズ何にしよう、つま先持ってみて、つま先、はい、そっち向いてもらって、届きません。届きません。フォローさせてもらいました、ありがとうございます。テスト期間ですか、テスト期間じゃないです、違います、フォローよろしくです、了解です。なんかフォロバの人みたいになってるけど、本来ならばフォロバしないで。やばやば、何、うちはなんかの宗教なのかな。インスタントラーメンだって、ありがとう、インスタントヌードルだった。ヌードルだった、ヌードルだった、え、めっちゃ猫目に見えるんだけど、そこまで猫目じゃないはずなんだけどな。全然大丈夫、配信来てくれたらね、多分めっちゃ配信来てくれる人は滅ぼする、頑張って。ドーナツありがとう、わー、フォローした、フォローしてください、増えてくぞ、福岡だって、福岡にうちのメンバーいるよ、今日めっちゃ暑ない、それな、それな、それなすぎる。アイスクリームのコーナーってありがとうございます。待って、電車何時、次の電車、次の電車何時、25分にお家、違う違う、35分にお家を出れば OK。 あーめっちゃ、ちょっと一回ちょっとすまん。一回すまん、かわいすぎです、ありがとうございます、気をつけない、気をつけます、マジドインケ醸し出してるから誰にも話しかけられないから全然大丈夫。まず街でファンの子に会うってことがそもそもない、田舎すぎて行かないで、それは無理だ。落第しちゃう、落第したら中学生に逆戻りだ、多分1000人いく、マジでマジでマジで、キュンです、ありがとう、1000人いく、マジで、どっち曲がる、ね、左の方がちゃんと曲がる、これ 全力かければここまでいくんだよ、ただ肋骨に刺さるから痛いんだよ。
立って足クロスにして、ズボンは短パンですか？そう、今短パンです。あ、やべ、なんて、立って足クロスにして、なんて、あ、ランプは気にしないで、痛いあの、立って足クロスにするどころか、このままでも届かないんよクロスにしたってもっと届かなくなる。えぐ、えぐいっしょ。どこまで足上がる？あの、勢いつければ割と上がる、この辺割と上がるだけど、勢いつけなかったら、どうしよう勢いつけなかったらそこまで開かん。はい、反対は今こそブリッジ。だって髪の毛崩れるから帰ってきたらやるわ。反対側はそこまでいかない。右だけだよ、え、じゃあ左だけだよ、すごいの。反対は、反対ね、こっちが硬いんだよね、うち。この辺まで。3点倒立ってなんだ、スキップして、はい。ルン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 。バリ変な人やんか。カメラ離したね、離した。狭い。あの、めっちゃ、5秒上げ続けてみて。えい。そうだ。バランス感覚がない。足裏合わせて前倒れるやつ、足裏合わせて前倒れるやつ。お柔軟配信になってるよ。前転は無理、マット系全部無理。うち、なになになに、新進空手道、何それ、わかんない短パン可愛いですね。これはアベイルです。あ、アベイルです。椅子の上で、なんて、足裏合わせて倒れるやつ。オッケーオッケーオッケーマジこれ以上倒れらんないよ、うち。無理み、無理みです。ふん、疲れた疲れた。セーターいらない、暑いでしょ。それな、思った。柔らかいな、そこまででもないよ。上げ続けてみて、めっちゃ癒されます。それはありがとうございます。上げ続けてみてって言われてもさ、これ以上上がったとってさ、うちバランスでこっちが倒れてくるんだけどはい、両足を、両足をできるだけ高く上げる初見です。何の配信、なんか最初はお話配信だったんだけど、なんか柔軟配信になっちゃった。うん、ちょっとそろそろ行くんで配信終わります。夜8時とかまたやるんで、来てもらって、ヤンキースタイル